パイレーツ・オブ・カリビアンパイレーツ・オブ・カリビアン生命の泉パイレーツ・オブ・カリビアン生命の泉は2011年公開のアメリカの 3D アクション・アドベンチャー映画ジェリー・ブラック・アイマー制作によるパイレーツ・オブ・カリビアンシリーズの第4作目である監督は3作目までを担当したゴア・バービンスキーからロブ・マーシャルへと交代しているイギリスのロンドンには ジャックス・スパローとその相棒ギブスが潜伏していた。彼らの前に、かつて同じ名海賊としてジャックとイクタの構造を繰り広げ、不滅の海賊魂を持っていたバルボスサが現れる。だが、彼は、スペイン王フェルナンド六世に対抗して、生命の泉を探す、英国王ジョージ二世に忠誠を誓い、今や英国海軍に属し、サーの称号を持つ皇族へと変貌していた。 時同じくしてジャックは、かつての恋人だった女海賊アンジェリカと再会したのを機に、史上最恐れの海賊、黒ひげの生命の泉をめぐる航海に巻き込まれる。永遠の命を狙う海賊黒ひげ、国王の命を受けたバルボスサ率いる、英海軍、永遠の命という異教の対象を破壊戦とする、スペイン海軍、そしてジャック。史上最強の海賊たちと、 国家権力の思惑が錯綜し、生命の泉をめぐる波乱の後悔が幕を開ける。カッコ内は日本を吹き替え、ワールドエンドの公開直前、ジェリー・ブラック・カイマーは、シリーズは三部作で完結すると発言したが、同時にスピンオフを制作する可能性について研究した。その後、ワールドエンドの初週末成績が好調となると、 ディズニーのリック・クックが4作目に興味を持っていると述べた。2008年9月25日、コダックシアターでのディズニーのイベントで、クックとジョニー・デップによって、第4作目の企画が始まっていることが発表された。2009年6月、ジェリー・ブラック・アイマーは、第4作目は、ローン・レンジャーよりも前に公開する予定であり、ジョニー・デップ、テッド・エリオット、 テリー・ロッシオが2011年5月20日公開を目指して動いていると述べた。またブラック・カイマーは当時バイオショックの映画化企画が保留中であった後はバービンスキーが再び監督することを望んでいた。しかしながら結局2009年8月には新たにロブ・マーシャルとの交渉に入り同年11月17日正式に監督に決まったことが明らかとなった。 2009年9月23日、ディズニーの D23 コンベンションで、本作の題名が、パイレーツ・オブ・ザ・カリビアン・オンストレンジャー・ダイズであることが発表された。2009年10月7日、ディズニーが、ティム・パワーズの小説、幻影の公開の映画家権を買っていたことが明らかになった。小説は、全3作の脚本を書いたテッド・エリオットとテリー、ロッシオによって脚色される。 原作の黒ひげや若返りの泉などの要素は使われるが、すべてがそのまま脚本化されるわけではないとロッシオは述べた。2008年9月、ジョニー・デップはジャック・スパロー役で出演する契約を交わした。ディズニーによると、デップには3300万ポンドの出演料が1年後に支払われるという。ジェフリー・ラッシュはバルボス作で再出演することに関心を示し、後に、 ブラックアイマーはこれを認めた。他に、クレック・エリスが、セオド・アングローブス役、ケビン・マクナリーがジョシャミー・ギブス役で再出演することも、明らかとなった。一方で、エリザベス・ワン役のキーラ・ナイト,レート・レイとウィル・ターナー役の、オーランド・ブルームは、出演を断っていた。また2010年2月5日、ラゲッティ役のマッケンジー・クルックには出演依頼がされて、いなかったことが、 本人の発言により分かった。新たなキャストでは悪役の黒ひげにイアン・マクシェーンが抜擢され、また黒ひげの娘でジャック・スパローの元恋人であるアンジェリカ役をペネロペクルスが演じる。スティーブン・グラハムはジャック・スパローの相棒の海賊のスクラムを演じる。2010年4月14日。 フランスの女優のアストリット・ベルジュ・フリスベがシリエーナという名前の人魚役で出演することが判明し、また6月13日にはオーストラリアのモデルのジェマワードも人魚として登場することが分かった。同年4月16日、サム・クラフリンがフィリップというキャラクターを演じることが判明し、5月25日にはイギリスの俳優のポール・ベイズリーが出演することが明らかとなった。 また、キース・リチャーズは、ワールド・エンドから引き続いて、キャプテン・ティー・グ略で出演し、さらにジョニー・デップによって、ミック・ジャガーへも出演依頼が行われた。主要撮影は2010年6月14日にハワイで開始された。8月には、カリフォルニア州に移動し、また、数場面がロンドンのパイムウッドスタジオで撮影される。 ディズニーのリッチロスによると制作費は2億ドルであり、デッドマンズチェストより2500万ドル、ワールドエンドより1億ドル少なくなっている。2010年5月17日、リッチロスは生命の泉がディズニーデジタル 3D によって撮影、公開されることを認めた。6月15日には黒ひげの船であるアンジョ王の復讐号の写真が公開された。 6月21日、制作がハワイ、イギリス、プエルトリコ、ロサンゼルスで同時に行われていることが発表された。2010年11月19日に撮影が完了した。2010年12月4日、エンターテイメントツナイトにて、フッテージが取り上げられた。同月13日、第1弾予告編が公開された。2011年5月には、 パイレーツ・オブ・カリビアンシリーズをテーマとした新作のレゴが発売された。2010年1月6日、ディズニーはパラマウント映画のマイティ、ソー・コロンビア・ピクチャーズのスパイダーマンのリブートの発表に続いて2011年5月20日の劇場公開を告知した。IMAX3D、2D、IMAX でも公開され、さらに2011年10月4日にブルーレイ、 DVD が発売される。2011年1月25日、作曲家のエリック・ウィテカーは、自身のブログと Facebook ページにて、ハンス・ジマーとヒラップ・リットマンと共に、人魚のテーマ曲を共同制作していると述べた。ジマーは、シリーズ2作目、3作目に続く参加である。この他、ロドリーゴ・イ・ガブリエーラも作曲し、さらに演奏も担当する。 制作費に4億1000万ドルという巨額を投じたが、工業成績は全世界で10億4600万ドルを収めた。これは、全3部作で一番稼いだ、デッドマンズ・チェストにわずかに及ばぬ結果だったが、2011年公開映画の工業成績ランキングでは、ハリー・ポッターと死の秘宝、トランスフォーマー、ダークサイド・ムーンに次ぐ、世界第3位となった。工業成績では、 成功を収めたが、2作目、3作目に続き本作も、批評家には酷評されている。映画批評サイトのロッテントマトズは、260件のレビューに基づいて32%の支持率を示している。また、メトクリティックには39件のレビューがあり、過重平均値は45、100となっている。ジョニー・デップが、キッズ・チョイス・アワードにノミネートされるが、受賞は、 People's Choice Award のみ。2作目、3作目で人気を博した Teen Choice Award には、アベンジャーズやハンガーゲームに押されノミネートされなかった。ありがとうございます。